加速。このやっぱ直列6気筒の粒が揃う感じのふわーっていう吹き上がる感じはいいですよね。もともと回転振動が基本として1振動がないので、なので今度回してった時に音の粒が揃う感じがもうほんととことん楽しめる感じなんですよ。あの今わだちを乗り越えて今追い越し車線まで出てきましたけど、わだちで綺麗に足あのボディがちょっと動く感じがあるのがいいですね。そのいなしというんですかね、こういう動きが欲しいんですよね。あのボディ剛性が、まあ、最近日本車もみんなもうボディ剛性すごい高くなってきたんですけど、ボディ剛性が高くなるとなんかちょっと突っ張り感が出やすいんですよね。ギュッとした、なので輪立ちを越える時にペコンって越えるようななんか唐突な動きが出やすいんですけども、今僕があの Z4 であの輪立ちを乗り越えた時って唐突な動きなくふにゃふにゃふにゃっとなんかいなしながらその輪立ちを越えていくようなそういう動きがありましたね。そういうのがこのオープン環境オープンボディになるとあるのがいいですね。サーキットをほんとガンガン行くんであれば絶対スープラだとは思うんですけれども、ワインディングとか一般道を走るって環境で考えるとやっぱこういういなしのある Z4 の走りもやっぱ魅力は魅力ですよね。どちらもそれぞれ質の違うスポーティーな世界があるという印象ですね。好みは分かれると思います。やはりこのハンドリングはホンダの昔ながらの FF にありがちなちょっとしたクイックさというんですかね、なんかそういったちょっと動きにも似た、あこのいやフロントが敏感なんですよ。もうちょっと鈍感でもいい感じはしますけれど、スポーツカーに乗ってるっていうフィーリングはすごく味わえます。ほんとクイックです。滑らかに曲がろうって言った時にとってもいい動き、素直には動くんですけども、ラフに操作するとダメですね。運転する人のハンドル操作をほんとそのまま忠実に再現してしまうので、スムーズにハンドルを切る方にとってはいつ曲がり出したのっていうぐらいスムーズに車線変更とかカーブでもスムーズにスーって曲がれますね。いやートルクも十分あってほんと走りやすいですけれども、もうちょっとスポーツにした時に刺激があってもいいんじゃないのかなっていうのもちょっと感じますし、ボディはそこまで大きくないですけれども、やっぱスポーティーなコクピット感を高めているためか前の方はそこまで見やすくはないです。特に左側の前方ダッシュボードがちょっと高い位置に、あるので、ちょっとあの前はどこにあるのかって分かりづらい、掴みづらい方いらっしゃると思いますね。あの AMG GT ほどではないかもしれないですけど、前方縁石大丈夫かなとかそういうのが一瞬気になるようなそういう見た目が、ね、見切り性能になっております。乗り心地はやっぱいいですよ。もうこれ前回の街中の時にあの感じた通りですね、やっぱツーシーターっていうのは大きいですね。あの2人が乗って荷物を積んでの最大積載力に合わせて車作りができるので、足がかなり柔らかめにセットアップというかしなやかにセットアップができてますね。いやーアイドルストップからのエンジン振動が本当にない、すげえ気持ちよくエンジンかかった。多いですけどアイドルストップしないようにしてしまう方も多いですけど、これだったらアイドルストップしてても全然気にならないですよ。逆に再始動時のボンっていう音が結構かっこいいので、結構アイドルストップ使う方出そうですけどね。あのちなみに直列6気筒のもうほんと凄さはマニュアルにして、今5000回転6000回転6500レッドリミットです。この状態でずっと不快感なく走れちゃうところがすごいんですよ。
普通レッドゾーンまでエンジン回したらもう振動すごいですし、うなり感すごいですよね。その感覚がないんですよ。今でもこれ普通に話しますけど3500回転回ってますから、だからこういったのが、このシルキー感が本当にその直列6気筒の凄さ、やっぱ直列6気筒ってすごいな。まあ価格も相応に高くなっちゃいますけれども、やっぱもうちょっとまっすぐバシッと走るっていう能力も欲しいことは欲しいです。もうこの辺りはしょうがないですよね。やっぱり素直な曲がり方をどん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 追求すればするほど直進安定性とやっぱ喧嘩しだしますよね。だから直進安定性を高めれば高めるほどやっぱ曲がり出しって、その直進安定性と喧嘩してからグッて曲がる感じがあるので、これだけ素直にはやっぱ曲がらないですよね。直進安定性高めると、いやー、あのね、交差点曲がるだけでめちゃくちゃ気持ちいい。フロントがスムーズにスーッと曲がり出して、その後アクセル踏んだ時に後ろがグッと沈み込んで、後ろ足が蹴ってくれて前に進む感じの、この動きがめちゃくちゃ気持ちいい。いや、すっげー気持ちよく曲がる。あの車との距離感がとっても近い、意のままですよ。やっぱツーシーターですよ、こういうワインディングロードとか山道来たら。あ、もうなんか全部意のままに行きますよ。今スポーツモードで走ってますけど、相当足は固めですね。おお、ハンドル半端ない、ずしっと重たい。でもそのハンドルの重さがあるからこのクイックな車を扱えるんですね。これでハンドル軽くなったら、こんなクイ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 動く車、オンレールにオンザレールでこれ走らせらんないですよ。そう、今もこれだけ揺れる中でハンドルがそんな動かないんで、重たいからこそ動かないんでビターっていくんですよ。これハンドルをもし軽くしちゃったら、ほらもうこの瞬間にほらフラフラしますもん。ハンドルが軽すぎて動いちゃうんですよ。でこの動いた分にも車がダイレクトに反応しちゃうので、 Z4 は。なので Z4 でスポーティーに走ろうと思ったら絶対ハンドルは重くないといけないんですよ。そのちょっとした揺れとかで手が動かないようにしないといけないので、それだけの重さを持たせないといけないので、そういうハンドルの重さです。いやー楽しい。ハンドル重たいけど、だこの重たさじゃないと乗りこなせないぐらいクイックで機敏でシャキシャキ動きます。もう微動だにしないですよ。だから下からの入力に対して そのハンドルが取られそうな動きに対しても、このステアリングの重さがあると逆に抑え込めてますし、クイックにクイ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 曲げるこのホイールベースの短さとツーシーターでこの直力のトルクをやろうっていうのが、もう最初からやっぱジャジャウマ系な味はちょっとありますね。うん。だスープラだからとかじゃないです。Z4 でも持ってます。でもボディのベースの硬さが違うので、雨とかはこちらの方がコントローラブル、ちょっと柔軟に、それを吸収してグリップさせてくれる印象はあります。いや路面ちょっと荒れてるんですけど、この荒れてる路面で体が動いた時に、足が動いた時にその動きにも反応しちゃいますね。これ以上ハンドルを重くしたら逆にもう運転しづらくなっちゃいますけど、うわすごいな。あ、こういう環境にあると絶対スープラの方が良さそう。もうボディまでちょっと動きすぎてる。うおー、もうパワーありすぎです。スポーツをやめて走ってみよう。あ、トラクションがない。ちょっと滑りそうな気配がするけど、グリップは安定してきました。へえ、面白いな。いやこれちょっとスープラと直接乗り比べてみたいですね。はい、今回のイカライフ動画はここで終了したいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。また。